fight locale. Are you ready? Fight! The fight is underway. Which of these will go down and walk away? さあ、というわけで本日もダブルエリミネーション方式となっております。で、最初はウィナーズブロックをガッツリガッツリやっていこうと思います。ウィナーズブロックをガッツリガッツリやった後にルーザーズブロックをやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、ちなみにまあシード枠のところの試合がまだ3試合空いてるところがあるので、それがその方の試合が終わるまでは追加エントリー可能という形で、エントリーやっております。まあ、最悪ルーザーズから出れなくはないですが、まあその辺は相談します。はい、1回負けると終わっちゃいますので、まあそんな感じでやっていきたいと思います。さあ、本日第100回となりましたウルフォーランバト、まず開幕はデグセンさんのチュージーとユーマさんの殺意。さあ、殺意にキャラ替え。まずはユーマさんの殺意が第1ラウンド取ってから大量に追いついて、さあここで1ワンコーン、しっかり下がって、さあゲッツで足込んで、さあここでダウンを奪う裏からガード、しっかりドット。さあまだカウンター十分にあるのでじっくり攻めていきたいところだったが、勝ったのはユーマさんの殺意。さあ、それではできるところを探していきますよ。さあ、本日は伊吹で登場、島田さんの伊吹と、さあ本日はロレントで登場、クロスさんのロレント。さあ、セットプレーが止まらない。ここでピヨって、さあウルコン出してみるが、これは一流ガードから殺して、さあまず第1ラウンド島田さんの伊吹。さあ対空から打ち落として、ガード投げ落として、奥攻め裏ガード、これはしゃがんでくないが刺さる。さあここで届かないところ背びから差し込んで、奥攻め下段はガード、さあ EX からの奥攻め表ガード爆声クライが通る。さあこの距離削っていく。さあここで飛び落としてからウルコンまで、戻っていく、ガード投げ抜ける、EX。さあ体力リード、チロルさんのロレント、画面足押し込んでいるが、さあタガパンから投げ表下段が通って、残らず勝ったのはチロルさんのロレント。おお、すごいことだ。さあそれでは
ここやりたいと思います。ポイフル。さあ、というわけで本日はポイズンで登場の伊藤咲さん、現在戦ポイフルさんのコーディー。さあ、この試合で4番まで上げていく。さあ、というわけでコスローリさんが取られて、さあ、ラマトが現在14人になっております。さあ、まずはポイフルさんのコーディが第1ラウンド取ってからの第2ラウンド、伊藤さんのポイズンが第1リード、ディクスで差し込んで、ここはバックで一回ヒル上から潰して最後追いつく。さあ、飛び越したところにワンコン入れて大きい攻め、投げは抜ける。さあ、これで体力ゾット、さあ、お互いゲージを貯めながら、あと勝ったのはポイフルさんのコーディ。じゃあ、まださあ、これで15人となりました。まあ、あとは16人になった時点でも2台にやろうかなと思います。はい、さあ、第1ラウンドは郷ひかるさんだったが、第2ラウンドは山さんが取り返して1-1。さあ、あと1人ぐらいだったら全然余裕でエントリーできますので、といっても大体エントリーしていただいている方が多いですが、さあ、表ガードから、さあ、これが表下段2発からの爆声。投げを通せ、爆捨てたが通らない。さあ、画面はスローキー攻め飛んでる。
さあまだ時間はあるのでじっくり攻めようといったところの山さん、それに対して体力リードをしているので無理はしない小石丸さん、さあ飛んでる背中だ、残って切り直せ、ガード投げ返せ、ここは無理はしない。あーしかしシャガッパン置いてある、勝ったのはゴーイカさんのザンギフ、それでは金堂さんとシーラブさんでやりたいと思います。はい、こちらですね。さあさあまだまだ追加エントリーはやっておりますよ。あと3試合終わるまでは全然多分大丈夫です。さあ EX か伏せ、歩いて投げる、さあこれがピヨって内側に EX、 マザーキンドさんの外。さあ続いて第2ラウンド、下段置いてる、さあ整備からさあ体力アップのところ EX ガード単発、さあ整備、さあ画面足押し込んで投げを通す、置き攻め使わせている、さあ投げが通って勝ったのは、あいけますよいけますよ、金藤さんのガイ、さあそれでは、モッツェルおじさんとケネディさんの試合をしたいと思います。モッツェルおじさん、さて、それではですね、B 筐体も設定を変えましたので B 筐体も使っていきます。B 筐体大道楽さんと岩坪さんの試合をやりたいと思います。はーい、どうぞ大道楽さんと岩坪さんでやります。さて勝ったのはモッツェルおじさんのヒューゴ。それでは A 筐体の方で、いるかな、あれ、まあ、B 筐体のこの試合が終わるとルーザーもルーザーズを B 筐体でやっていこうと思います。まあちょっとね、ルーザーズの方がだいぶ時間空いちゃうかなと思うので2台進行にして、ルーザーズの方も、B 筐体で、まあ録画台ではないんですが AB 筐体でやっていこうと思います。で、録画台 A 筐体の方で、V ナースブロックをガッツリガッツリ進めていく形でやろうと思います。
さあまずは体力ゴム状況、これが準々決勝になります。ウィーナーズブロック第1試合、さあ体力ドロップと EX で差し返して、さあ追いつく、さあここで制していったのは EX ゲージを使って、まずはゴーヒカルさんのザンギフ、続いて第2ラウンド、さあそして B 強隊取り返して 1-1、 距離を離しての立ち回り、さあここは相打ち、さあ地上の牽制で細かくダメージを刻んでいく、さあここでスライディング、1回距離を離して牽制、さあ B 兄弟勝ったのは大道楽さんのロレント、では B 兄弟の方で、ケネディさんとデブセンさんの試合をやりたいと思います。あ、デブセンさんそこにいらっしゃいます。はいはいはい、さあ体力リードは金藤さんのがいい、さあ EX ちゃんと透かして取り返して 1-1、さあ体力リードは金藤さんからだったら投げてからの再び仕切り直しからの決め、こうやって届かず、ガード、さあ勝ったのは金藤さんのガイ、さてそれでは、ここやりたいと思います、ポンスケさんとチャプオさんの、さあというわけで1回ウィナーズ1回戦の最終試合となっております。ワンピガーポンスケさんの剣、ツーピガーチャプオさんのホーク、さあそして B 兄弟勝ったのはデブセンさんのチュンジ、どうしようかな、ちょっと待ってください。あ、じゃあここやります、島唄さんと岩坪さんの試合をやります。ちょうど逆にいらっしゃいます、はい、島唄さんと岩坪さんで、さあ影響点はまだポンスケさんが第1ラウンド取ってからの第2ラウンド、さあ開幕体力リーダーポンスケさんの剣、イクス、さあ相打ち、さあ相打ち、さつまきからのゲラン、さあ見てから勝利、さあカス当たりだが体育ダウンを奪って、さあセビバックステー勝利残って、最後は EX 勝ったのはポンスケさんの剣、
それでは、大道楽さんとチロデさんのロレント。さあ、というわけでロレント同キャラになりました。大道楽さんのロレント対チロデさんのロレント。さあ、ここで体力が上がって EX、 これがピヨって警備さんから KQ ワンコン、これで体力の残り1割。さあ、入れ返してからの画面足ガード、スラガードからきっちり、まずは大道楽さんのロレント。続いて第2ラウンド。さあ、B 筐体、ここはきっちりウルコンまで。勝ったのは島唄さんの息吹。じゃあ B 筐体ちょっと待ちますね。見事なり。サロデント同キャラ1-1からの再生第3ラウンド。投げ落とし、ああ、セミの打ち合い。エクス足込んでピオル。さあ、ウルコンまできっちりつないで勝ったのはチロルさんのロレント。ロレントウィンズ。それでは、モッツルおじさんとユーマさんの試合をやりたいと思います。モッツルおじさんとユーマさん。さあ、 B 筐体で試合をされる方は負けると終わりです。2回負けると終わりです。筐体の方はまだ1回負けても終わりにはなりません。さあ、ここはきっちりつなぎきって、まずはユーマさんの殺意。さあ、セリからワンコン、殺意なので減る。一回距離を離して EX 体育押し込んで様子見。さあ、待ってから恐竜竜巻。勝ってさあ、ラインを上げていく。もちろんおじさん9号、それに対してユウマさんは距離を測りながら細かくダメージを刻んでいく。中段が通って、あっと、カード勝利当たって、まだ残る。もう一回勝ったのはユーマさんの殺意。
さあ、影響大はこれが準々決勝の第4試合となります。さあコージー体験、さあセビが通ってワンコイル体力まくってからの亀足投げを抜ける。さあ1回ラインを上げ返して、さあこれで体力追いついて、さあしかしまず第1ラウンド取っていったのはボイフルさんのコーディ。さあ体力リードボイフルさんのコーディ、セビちゃんだけ 1DX ダメージ重視。さあなんとか画面足から入れ替わったところだったが、これがピヨって勝ったのはボイフルさんのコーディ。さてそれではここやりたいと思います。ユーマさんと Your destiny will be determined. The battle has begun. さてそれではここやります。ヤマさんとシーラブさんで試合をします。ヤマさんとシーラブさんで試合をします。さあ体力リードはチロルさんのロレントだが、さあまだ分からない状況、ゲージはユーマさんの殺意、日本半。さあこれ差し込んで残る。さあこのナイフがバエステを止める。まずはチロルさんのロレント、続いて第2ラウンド。さあ4つ割っていく超リューマーカードになりますね。ラインを上げる。さあカードから昇竜スピードジャンプ、さあ着地に対して投げる DX カード投げて DX カード、セーフガード、サラパン3回で効いてダメージを取っていく。さあしかし体力リードユーマさんの殺意、ロブさんの体力はドット状況、近づいてオープニング。さあ B 巨体勝ったのはヤマさん、バンログさあそれでは、できるかな、できますね、あごめんなさい、では島唄さんとポンスケさんの試合をやりたいと思います。あ
ピオってセビさんかな。ピーチルワンコつないで体力残り2割弱。さあ奥攻めがと絶対力1割。波動から勝ったのはユーマさんの殺意。それでは金堂さんとポイフルさんで試合をしたいと思います。さあというわけでウィナーズブロック準決勝第2試合、 1P 側金堂さんのガイ、 2P 側ポイフルさんのコーディ。さあそして B 兄弟まずはポンスケさんの剣が第1ラウンド取っている状況。さあ A 兄弟まずはラインを上げていくポイフルさんのコーディ投げて奥詰めめくりが通る。さあ体力6割奪ってからのフラカード、カード間に合ってすかしていく、潰して EX を投げて吸っていく、表ゲランガード上から潰す、画面足もう一回投げる、刻んでいく。さあここは上で避ける。さあこれで体力五分状況、刻んでいく、まだ残る。さあ対空からのセビガード前背投げ抜ける。さあ第1ラウンドポイフルさんのコーディが制していく。第2ラウンド、さあ B 兄弟勝ったのは島歌さんの息吹。さてそれではですね、 B 兄弟は飛翔うさぎさんと、大道楽さんで試合をします。さあ影響隊11カーの第3ラウンド開幕、まずハイドガンブン。さあここで小泉さん投げて体液使ったところにワンコーさらに画面足投げ抜けてからの回距離を離して、はい、セビで下がるガード、シワシワガード間に合う。さあ攻め込もうといったところに EX 置いてある、抜ける。さあセビちゃんからだったが壊し、勝ったな金堂さんのガイ。それでは、このまま連戦ですがやっていきます。金堂さん、さあこれがウィナーズ第100回ウルフォーダマトのウィナーズの決勝戦になります。 1P が金堂さんのガイ、 2P がユーマさんの殺意。さて B 兄弟勝ったのは飛翔うさぎさんのポイズン。それではですね、モッツェルおじさんとヤマさんで、やりたいと思います。ヤマさんとモッツェルおじさんで B 兄弟試合をします。さあウルコンが通って体力ちょっと裏からゲナマカード、近い距離を離す、遠征振りながら、さあスラワーハロディス EX ガードから、さあこれで体力追いついて、あ危ない。さあ近づいてからまずは金堂さんの回、続いて第2ラウンド、
さあ距離を離して立ち回る金堂さんの害下がりながら、さあこれがコードにスラが刺さるセビキャン、さあ表からワンコン痛いのが範囲いる仮面足下段刻み暴れだがこれは繋がってない、さあ近づいてからの投げは通して、さあ表これがピオル勝ったのは金堂さんのガイ、さてそれではですねここやデスティネーションコンフィームアーユーレディファイト。さあというわけで影響隊はルーザーズの、まあ、まずは抜け戦ですね、ファイナルズに抜けるための抜け戦。さて B 兄弟勝ったのは山さんバンログ、じゃあ B 兄弟設定戻しますね、その強さに感動。Will the tide of battle turn? Fight! How long will this go on? The fight, I think we're about to see something big! さあ最後は相打ち、これで1-1。It all comes down to this. Fight! The fight has finally begun. Which one's the first kick to finish?体力リードはしまうた3スタートだが画面やし、さあしかし飛び越したところに投げて体力追いつく、裏 EX 割っていく爆生足払い、裏からお互い爆生クナイが通って勝ったのはしまうたさんの息吹。それでは飛翔うさぎさんと山さんで試合をしたいと思います。さあというわけで抜け戦、ワンピが山さんバログ、ツーピが飛翔さんポイズン、体力リードは山さんスタート。さあここで飛翔さん差し返しからの、さあ下段対象は爆して球が後ろに当たる対空きっちり、めくりから投げは抜ける、爪を返してしまう EX、 さあこれでセビが通って、さあ体力逆転、さあしかしまだ残っているのでバンチある、これが通って、まずは山さんバンログ、
DX から最初飛びはガード枝をこのガードからの歩いて投げる枝に止める DX はい半分バケツに刺さる手びれ下がる DX で差し込んでいくさあゲージはなくなったものの体力大幅リード山さん満足ダイソーさんも弾を振りながら立ち回るガードウーパンガードガード間に合ってさあしかし勝ったのは山さん満足さてそれではですねポイフルさんと島歌さんでさあというわけで一番最後一番右側のファイナルブロックに入りましたまずは1試合目ワンピーが島歌さんの息吹ツーピーがポイフルさんのコーディー投げてからさあ体力リーダーポイフルさん細かく削っていくガード飛びが通る EX 使ったところにさあここはきっちりまずはポイフルさんのコーディー続いて第2ラウンド表2ランきっちりガード飛び単発フライはガードから投げるここはきっちりガード距離を離して差し込んで X ガードクナイさあこの中近距離の牽制対空からきっちりクナイ表投げ抜けるさあこれはスカルがガードさあタッチ若干からワンコンを沈め1回目が通って裏から下段ガードさあ飛び始めにたキッチリヒット確認から繋いでいくさあこれは持続が長い EX さあしかしまだ残る最後は大空さあ一日最終第3ラウンドバフステさあ見てから EX クナイガードセビアシャガファン連打で潰していくさあしかしオフ攻め EX が拒否るさあツーダウンが通ってオフ攻めクナイが通るつながっていないさあしかしツーアシガードセビ潰してさあ EX 押し込んでいく画面足まだ分からない画面投げてクリが通るさあ体力まくって EX 削りに行くがさあ区内は届かないさあ勝ったのはポイフルさんのコーディそれではチロルさんとヤマさんでやりたいとさあというわけで2戦目 1P が山さんバルログ 2P がチロさんのネットさあまずお互い牽制がしてまずはワンコン入れていくチロさんのロネットセビ一回下がるガード使ったところに着地投げは抜けるセビ見せバックセイ EX これが当たってガードもうワンコンボで体力1割投げは上に透かしてから揺さぶってゲージを貯めつつまず第1ハンドチロルさんのロベントさあ
ガード投げ抜ける、セビガード刻んで投げ抜ける、飛びさばすセビスカジに対してキッチリつないでダウンを奪って大きい攻め、さあこの強引引く、しかし刻んで歩いて投げる、もう一回3回目上裏から下段、さあしかし最後は空投げ、山さん取り返して1-1、さあ赤隅からケイチにワンコ入れていく、さらに画面やすい2ダウン、クーナゲ逃がさない、お待てガード、さあこれはすかしてラインを上げる、投げ抜ける、しかしここで山さん投げて1回下がる、裏から捕まつ、つながってないセビちゃんからの下段、ダウンを奪ってライン上げる、スライディング押し込んでいく、投げ抜ける、おにぎわ、さあここでセビが通る、裏からだったが投げたのは山さん、バログ、さあそれでは連戦にはなりますが、ヤマさんいます、さあというわけで 1P5 がヤマさん、バログ 2P5 がコイフルさん、コーディ第100回ヤマト、ヤマさん投げから削りに行く、画面足押し込んでここはすかして投げる、空対空きっちりしている、距離が離れて立ち回り、ここは潰してすかして投げはきっちり抜けて、タイヤシード山さんバログ、お互い相打ち、再び距離が離れてからの立ち回り、ガード、さあ細かくダメージを刻んで体力ドット、さあここは投げ抜けるエラン、さあここは動き始めにきっちり差し込んで、まずは山さんバルログ続いて第2ラウンド、空対空 X下段からきっちりつないで体力半分、空段下段ガード歩いていく、揺さぶってヒット確認からきっちり、これがピヨッです、さあ画面足ワンコン通して、さらに中段から下段、下段が通って勝ったな山さんバルログ。さあ連戦です、ヤマさんとユーマさんで試合をしたいと、さあ残るは3人、ワッピーがヤマさんバルログ、ツーピー側がユーマさん殺意、さあまず開幕第1ラウンド体力リードはヤマさんバルログからのスタート、投げ抜ける、距離が離れて、さあ近づいていく、山さんが投げて画面足を押し込んでいくは無理はしない、さあここ通してヒット確認からピッチリつないで、さあ画面足固める、垂直ジャンプの着地投げが抜ける、位置が入れ替わる、体力ドット状況、さあまだワンチャン、さあっと、さあまずは山さんバルログが第1ラウンド、続いて第2ラウンド、抜ける外から抜ける表ガード、
さあ必死にワンコン小さいのを入れて、さらに画面足投げて、これがピオです。さあウルコン暴れ、まあ、最悪距離を離せればといったところでしたが、さあ引きつけて EX 昇竜残って、最後は EX ハード、さあユーマさん取り返して、駆け引き状況は3本弱と2本弱、約1本だが、さあまだ分からない。はい、空対空きっちりしている、画面足を押し込んでいく、さあ攻めたくなるところきっちり暴れて、さあなんだかんだ画面中央、さあ押し込んでいく山さんバルドグ、細かく牽制でダメージを刻んでいく、さあこれは通ってきっちりワンコン、さあウルコンまでつないで、はい追いついて EXカードからの、さあ空対空読みだったが、体力はユーマさんだが、さあしかしそれでも体力残り1割と2割、 X ガード見て、キチガード、さあしかしもう誘っていく、大きめ、あーフラッカー勝ったが山さん満足、それでは、ヤマさん連戦です。ヤマさんと金藤さんで。Your destiny will be determined here. Let's get started. さあ、というわけで第100回となりましたウルフォーランバト、本日の優勝決定戦。さあ、まずはというか最後になるのか分かりませんが、さあ残ったのはこの2人、ワンピーがヤマさんバルグ、ツーピーが金藤さんのガイ。さあ金藤さんがウィナーズ勝ち抜けなので1回負けても大丈夫な状況、さあそして山さんルーザーズから上がってきたので1回も負けれない状況、さあまず第1ラウンド体力リーダー山さんバルグスタート、さあお互い攻める、潰して、さあ着地で投げていく山さんバルグ、スライディングダウンを奪って、さあもう1回表からの下段が通る、EX ダメージ奪っていく、あった、さあミスったところきっちり見逃しません、まずは金藤さんの回、表ガード潰してさらにつないで、さあ画面当て押し込んでいく、さあピオル残らず、あったな金藤さんの害、というわけで第100回ウルフォーランバト優勝は金藤さんの害となります。